なんと、しんがりを申し出た。しんがりとは、軍の最後尾にあって、追ってくる敵を防ぐ部隊のことで、極めて危険なため、全滅することもある役目です。すまぬ、こんなはずではなかったのじゃが、わしの見込みでは、私にどうぞどうぞ。え？私にどうぞどうぞ。え？どうぞどうぞ。となる見込みだったのじゃ。雑な見込みだ。嘆いても仕方ありませぬ。任されたとあればやるほかありますまい。ご命令やいかに。ん？ですからどうしんがりをするのかのご命令を。困った。どうすればよいのか全くわからぬ。半兵衛、なんとかしてくれ。わかりました、なんとかしましょう。すげえ、なんとかできるのか。さすが半兵衛。竹中半兵衛は、もともとは斎藤氏の家臣だったのですが、隠棲していたところを信長に登用され、秀吉のブレイン的な仕事をするようになったようです。そして、秀吉軍は、なんとかしんがりの役を果たして、京都に戻ることができました。この模様は、歴史逸話集70話、竹中半兵衛、金ヶ崎の撤退戦で紹介していますので、興味を持たれましたら、おすすめのリンクからご覧ください。動画詳細欄のリンクからもご覧いただけます。一方、信長は、数騎で京都を目指していた。あれは敵か。殿、下がりを。この前田利家が盾となりまする。あの旗は朽木軍のようじゃ。となれば大将は朽木元綱殿であろう。顔見知りなればこの松永久秀が引こう。止まれ、何者か。私は松永久秀と申す大和の大名じゃ。それなる大将は朽木元綱殿であろう。ちと話したきことがある。これは松永殿。見たところ信長殿を迎えに来られたと見えるが、違うかの。その質問には答えられませぬな。信長殿が来られるので。その質問に答える前に貴公の立場を明らかにしていただきたい。貴公は義明様に使える身であったと思うが、浅井氏に仕えたこともあるやに聞く。浅井はこたびの裏切りによって義明様の敵となった。まさかその浅井と通じていることはなかろうな。悪いことは言わぬ。ここは信長殿を京都まで護衛して恩賞をもらうがよかろう。浅井につけば後に
義明様方に袋叩きにされ、お家存亡の危機となろうぞ。信長殿をお守りし、京都まで送りましょう。むむ。この楠木元綱が京都まで護衛いたしますれば、ご安心を。うん、よろしく頼む。信長は楠木元綱に守られ、無事に京都にたどり着けた。残念ながら信長は京都にたどり着いたようです。そうか、やむを得ぬ。信長の反撃に備え、城に戻り急ぎ防御を固める。そして信長と長政との戦いが始まるのですが、そうしたお話は次回以降にて。